動画をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。競馬ブック TM トーク、今回は小倉競馬場で日曜日に行われます、第57回、小倉記念を展望していきたいと思います。今週の解説は、競馬ブックエリットの、ね、コースの調教担当の西村K トラックマンです。よろしくお願いします。司会はいつもの通り、青木でお伝えいたします。まず本編に入る前に先週の振り返りなんですけれども、先週はね、酒井トラックマンと私がエルムステークスを展望したんですが、まあね、私の本命ウェスタールンド追い上げては来たんですが、まあ4着止まりということで残念と。で、酒井くんはね、これトップイナーを言っていたんですけれどもね、これ鼻にね、立つ展開だったんですけれども、ちょっとね、最後失速してしまって、こちらも残念ということになってしまいました。ということで、小倉記念をね、見ていきたいと思うんですけれども、はい、まず天気がえらいことになってるんですかね。なんかね、でも、日曜日はね、そんな降らない、朝方まで、ね、降らないというふうにやってるんで、はい、意外と、そこまで土砂土砂にはならない。オンババぐらいか、うんうんうん。メインの頃にはね、はい、出るんじゃないかな、ひょっとしたらっていうのを思ってるんです。ずっと中間も降ってて、緩い状態から降るんで、はいはい、どんなもんかですけれども、最近の場はってね、異常にもよりますけど、うん、まあ、意外とね、降らなかったら回復早かったんで。回復早いですよね、確かにね。水を吐けていくんで、うん、もう超ドロンコババっていうふうな想定まではしない。ちょっとまあ、道はあるだろうなというふうには思ってるんですけどね。はい、わかりました。ではね、まず西村君の印をちょっと上から順番にお願いできますか。そうですね。まあ、ベロックス、はい、シュミドール、はい、ファルコニア、はい、モズ流れ星、うん、湘南バルディ、スーパーフェザー、アールスター、はい、黒三角を抜いたという感じ、ね、まあ、自信があるからというわけじゃなくて、まあ、ちょっとね、10頭当ての割には、まあ、混戦と見てね、ちょっと広めに取りたかったので、はい、わかりました。多めにしましたけど、ね、はい。まあ、私もね、黒三角抜いたんですけれども、本命がね、ダブルシャープ。対抗がモズ流れ星、二重三角がスーパーフェザー。以下ね、グランスピード、湘南バルディ、ベロックス、帝王エナジーまで行ってみました。ということで、西村君の本命がベロックスということで。はい、前走のエプソムカップ口をまあ上位に見立てたんですけども、はい、決してその組のレベルが高いと思ったわけではない。ただ、他の組も、七夕賞にしても、まあ、準オープンの組にしても、みんなレベルがあまり高くない。ですよね。ので、はい、やっぱり上昇度ですよね。ベロックス、まあ、前走時、もそうでしたけど、この中間もね、まあ、時計出しての反応オンリーということで、はい、調整はまあ気にはなるんですけれども、動きが前走とは違ってきたなというのがあるんですよね。推進力はまあ全然違うし、一回使ってね、ぐんと上向いてきたんじゃないかなというふうに思ってます。はい、日経新春杯はね、ちょっとまあ距離もあるにしてもね、動けませんでしたけれども、その後ね、すぐ立て直しますしね、菊花賞までは1円の内容、はい、まあ菊花賞は距離長かったと思うけれどね、まあ、あとまあ有馬記念であるとか、その後ちょっとね、走れてなかったりしましたけれども、基本的にはね、コンスタントに走れるタイプと思ってますし、はい、うん、やっぱり体勢さえ整えばね、走れると思います。道あるもね、多少の道あるならね、この程度走りしてると思いますし、はい、まあ、2000メートルにも適性はあると思ってます。そうですね。まあ、私はちょっとまあ抑え程度の評価になったんですけれどもね、まあ、やっぱ動きに非常にいいことはいいんですけれどもね、ちょっと割と持ったままぐらいの時すごくいい動きするんですけども、これ折ったら果たしてどうなるのかなという感じがちょっとちらっとよぎったんでね、そういう比べになるとどうなのかなという感じもしまして、ただやっぱりね、実績は明らかに上位なんで、まあ、やはりね、抜くことはできないということで、一応三角という評価にいたしました。で、次は関東版のヒュミドールに行ったんですね。うんうん、ちょっとパンチ不足の嫌いもありますけれどもね、前走ね、外の方がちょっと伸びる馬場だったと思うんですけど、はい、ベロック選手もまあそうですけれども、内を通ってくる形で、うんうん、ちょっと窮屈っていうかね、踏み込めないような形からじわじわと足使いましたね。はい、この馬に関しては距離延長プラスだと思いますし、はい、道あるになっても問題ないというふうに。うんうん、走りからもね、血統的にはまあ問題ないというふうに思ってます。ハンデもね、55キロなんで、逆転は可能かと思いますね。うん、そうですね。まあ、この馬ね、全然そうね、新潟大賞でちょっと大崩れしてるんですけれどもね、まあ、この時ちょっとテンションが高かったということなんでね、そうそう、今回もう早めにね、小倉入りして現地で追い切りやってますので、それ忘れてました。ね、そうです。その点でね、怖さもあったんですけれども、ということでちょっとね、泣く泣く私は無印にした感じでした。はい、で、黒を抜いて、ファルコニアですね。前走エプソンカップ再戦着ですけれども、ね、見せば十分、まあ、体型なんか見ていても、うん、2000円の延長がちょっとどうなのかなというのはありますね、はい、まあ、2000でもそれなりに走ってますけれども、例えば京都新聞杯であったりとか、あの辺の内容を見ていると適正は2000
を分岐点とすると長いよりは短い方がいい、はい、先発とかあるいはマイルぐらいでも面白い馬なんじゃないかなというふうに個人的には思ってるんでね、一波の延長の分ちょっとね3番手としたっていうところですね、はい、これちょっとね私印回らなかったんですけれどもね、あの川田ジョッキーなんて本当に怖い馬とは思うんですが、週刊誌のフォトパドックを見るとやっぱ爪とか見たらなんか両馬場向きの気はするんですよね、今まで両しか走ったことがなくて、はい、ちょっとね馬場渋ったらねどうかなというのがありまして、川岸台では本当に急浮上してくるとは思うんですが、渋ったらどうかということで私は抜いてみました。で次がモズ流れ星ですね。そうですね、まあ準オープンの2位ですけれども、うん、フォーム見てると手先の使い方なんかはねこう結構弾く感じで、手先をピュッと弾く感じで、うん、あの両馬場っぽい 見た目なんですけれども、はい、まあ実績的にはそうでもなくて、今ね実は道悪でもね勝ち比べがありますね、うん、ですし、まあ、ハンデ53キロなんで ね、これ魅力ですね、重賞といってもこのメンバーなら通じていいと思う、うん、というところですね。そう、まあ、私はねこの馬対抗とね割と高い評価したんですけれどもね、まあ、本当にこう条件問わずね堅実に走ってきますし、53キロとやっぱりこの松山ジョッキーというのがやっぱりねいいなと思いまして、うん、対抗行ったんですよね、はい、ちょっとあの今週クラスターカップで松山ジョッキーで儲けさせてもらったんで、それもありまして、もう困ったら松山という感じで最近は勝ってます、はい、ということで次が湘南バルディですね。七夕賞のね時計やレベルがちょっとどうなのかなと疑問視するところありまして、はい、重賞オープンでも2位3と来てますけれども、ナロー記念はうまくいった節もありますし、うん、宮小路はメンバー的にちょっと恵まれたところもあったんで、はい、まあ、今回もねそう強いメンバーではないですけれども、うん、着順の印象ほど評価しないというかちょっと失礼ですけれども、はいはいはい、課題評価するのもちょっと危険かなというところがあったんでね、うん、まあ、この評価にとどめました。まあね、私はこれ一応の三角印を打ったんですが、本当に全部指してきての3着はね、うん、こうなかなか内容良かったと思いますし、大崩れはね本当になくなってきてるんで、動きなんかもねよく見えましたんで一応、印を打ちました。展開面でちょっと怖いのは怖いですよね、あんまり行く前いないんでね、前行きますかね、グランスピードが行って2番手ピタッとつけて、うん、ね、確かにというところでちょっと怖さはあるんですけれども、ね、はい、ということで次がスーパーフェザーになりますか、うん、道悪が残った時の要因ですよね、うん、グリップする走りで、あの馬場適性あると思いますし、うん、はい、まあ、前走ダブルシャープに負けてますけれども、こっちはねダブルシャープが3キロ減に対して4キロ減の筋量ですし、そうですね、はい、2000メートルになることでね適性分も含めてダブルシャープよりはこっちっていうふうに取ったというところですね、はいはい、私はね、これ本名ダブルシャープに行きますので、やっぱりそこから測ったら、この馬ね、当然本当に打たなきゃいけないなというところで、3番手の評価としましたね。もうその他大体もう西村君が喋ってくれた通りでした。で、最後に R スターを行ったという感じで。はい、まあ前走キックバック嫌がってたということで ね、今回はブリンカーを着用してきたと。うん、理想は両馬場なんかもしれないですけども、はい、まあ下級条件の時とはいえね、うん、道はでも走ってますから、うん、この背中はないかなというふうに思ってます。そうですね。まあ去年はまあ53キロだったんで、ね、ちょっと3キロね、重たくはなってますけど、はい、まあまあそれは仕方がない。かなというところですね、はい、これの前走の範囲見たらちょっとババにのめっていたと書いてましたんでね、やっぱりそれ以上にちょっと重とかなってきたらねどうなのかなということで、ちょっと私はねノーマークにした感じでした、はい、でね西村君の印以上ということで、まあね私の方はねさっきもちらっと言いましたが本命がダブルシャープですね。本当に道悪はね大歓迎の口と思うんですよね。もう普通の開幕手でね時計勝負になってくるとおそらくね厳しい馬かと思うんですけれどもね、本当天気が悪くなったら十分一発の可能性はあると思いますよね。フォトパドックとかね見ましても爪が結構立ってる感じがありましたんでね、うん、道はやっぱりこの馬一番上手ではないかなという印象はありました。それ以外でね、西村君が打てないところで言いますと三角で打ちましたグランスピードですね、花おそらくねいけると思いますし、筋量も53キロね魅力感じますし、もうすんなりね活かしてもらえたら十分今回も粘り込みがあるかというところ、あとはまあ帝王エナジーね、これもう普通芝はほぼねダメな血統と思うんですけれどもね、うん、ドロンコの馬場になってきたら一躍ね浮上の可能性もあるかなというところで、まあこれはもう当日ね天候次第というところはありますけれどもね、かなりこう道ある残ったら大掛けもあるんじゃないかなと思いました。金引きまだ1回も芝で勝ってないですね。まだ1回も勝ってないですから、うん、確か100回ぐらい走ってますけどね。100回だよ、ではもうねこれ全馬ちょっとカバーした感じになりますけどもね、はい、では買い目につきましては CM の後で発表したいと思います。競馬情報は競馬ブックスマートで。では改名を発表したいと思います。では西村君からお願いします。まあ、本命のねベロックスから入って、うん、マレンでね、はい、ギターですね。相手6点やったら終始はまあ相手6頭打ってますけど、うん、6頭やったら買いすぎやという感じもしないでもないので、まあ、人気次第ですけどね、うん、まあ、上位5頭というところにね、はい、ヒミドール、ファルコニア、モズ流れ星、湘南バルディ、スーパーフェザーに、はい、ある人はちょっと見送ってる、うん、まあ、馬券的には本当は本当はというかね
あのそれでつくようならもう1点つけ出してもいいかなとは思ってますけど、ね、はい、2000円ずつっていう感じですか、はい、まあ、これもちょっと増減しますけどね、うん、はい、なるほど、わかりました。私の方なんですけれどもね、先週も残念ながら外れということでマイナスがね19万1000円にありまして、いよいよ20万が見えてきた感じなんですが、ちょっとねこちらの買い目は絞っていきたいと思うんですよね、うん、本命対抗のダブルシャープモズ流れ星のワイドですね。これも思い切って1点1万円勝負でいきたいと思います。まあ、ちょっとでもつくことを祈っております。ということで、このいよいよね、小倉競馬今週から再開なんですが、もうねマンボウということで、そうですよね、まあ、元は渋しようしかないんかというところですけど、ね、食の楽しみとかちょっとねないですけれどもね、まあ、遊びに行くんじゃないんでね、はい、もうしっかりね馬券検討して競馬場でね、はい、儲けて帰りたいと思います。では今日もご覧いただきましてありがとうございました。